行かなくてもいいよってなると悪党がのさばるんですよ。そういう本当にほっとくと、そういう人間、ある団体が A さんという人を立てて、その人が当選したら A さんはこの団体に感謝するじゃないですか。埼玉県だったら何回も言ってますけど、2億くらいかかるんですよ、本当に選挙活動に。我々300万ですからね、何回も言うけど、本当に悲しいぐらい少ない本当に。でその2億円とかお金払ってもらって、何千人の人に応援されるから A さん通るとその人に利権で戻すんですよ。でも悪い人じゃないかもしれない、恩義を感じたから義理を感じてそれを返すのかもしれないけど、そのお金誰のお金よってことなんですよ。我々の税金だ。その通りなんです、我々の税金じゃないですか。あのね、もう本当にびっくりするんですけどね、あの人たちね、人の金だと思って好きに使ってるんですよ。これがダメなの。これを人の税金なんだから勝手に使うなと、我々は声を上げなければならないんです。本当にそう思いませんか。そうですよね。例えばですね、そのヨーロッパでよく言われる北欧、スウェーデンとかノルウェーとか、あのデンマークとか、あの辺ってすごい民主主義が進んでるんだって言うんですね。小学校とか中学校から選挙のことを教えると、だから投票率が 90% 以上あるんだと。で、まあ、これの背景はロシア、地続きでロシアとかに散々侵略されたじゃないですか。だから国民が固まろうってなってるんですね。でも日本人ってある意味いいことに、あの戦争はあったんですけど、その後日本人って幸せだし、なんか声上げてなんとかやろうとかってあんまりしないんですね。だからちょっと放っておいてるんですけど、悪党ほど固まるんです、不思議なことに。でこの人たちが勝手なことをやって人のお金を勝手に使うんですよ。ね、12兆円ですよ、本当に。はい、おっしゃる通りです。コロナ関連の費用だけで77兆円、そしてコロナの予備費というもので12兆円、その 90% 以上の11兆円が使途不明金です。犯罪行為だと思う。おっしゃる通り犯罪行為だと思いますよ。人のお金何だと思ってるんですか。この間のテレビの党首討論みたいの聞いてもね、いや、うちの党では大学院まで全部無料にしますとかね、丸々無料にします、丸々無料にしますって、なんか、そのお金どっから出てくるのっていうくらい、国民を買収する。本当にその通りです。もうね、いい加減にしろって言いたいの、人の金だと思ってるんですよ。だからそれに対して我々は脳を突きつけなきゃダメなんです。本当に。だから皆さんね、この YouTuber の方にも申し上げたい、皆さんにも、ここにいる皆さんに言いたい、まるまるが無料という政党は投票しないでください。嘘つきだから、人の金だと思って勝手に使ってるんですよ。そういう癖がついちゃってるの。もう私ね、この間も言ったんですけど、皆さんって普通に給料もらってますよね、収入がありますよね、そして支出がありますよね。新卒の人20万です、給料。一人暮らししたら3万とか5万とか払うじゃないですか。給料20万、源泉徴収取られて、手取りがじゃあ15万だとしましょう。そしたら5万円住宅費で払って、残り10万円でどうやって生活しようかなって、どうやって節約すればいいんだろうなって考えるでしょ。国会議員だけでそうやんないの。人の金だと思ってるんですよ。自分の収入でもないのに税金を自分の金のようにして、足りなければ赤字国債発行すればいいって言って勝手なことやってるんですよ。詐欺行為だ。詐欺行為です、おっしゃる通り。でそういうことをやり続けちゃダメなんです。そういう人間に対してダメだよって言わなきゃダメなの。本当にそう思いませんか。そういう我々の一般的な庶民感覚、私も今ここ立ってますけど、何回も言うように4月までそこにいた人ですから、私本当に普通の一般人なんですよ。だから一般的な感覚で言ってるの。月給20万で生活してきたんですよ、僕だって大変なんだから。こういうね、首都圏で住宅借りようと思ったら、駅で近くでこの辺にか、じゃあそこ借りようなんつったら5万や10 5万なんかじゃ借りられないじゃないですか、どう考えたって。だから収入の中でどうやって生活をしようかって工夫をするんですよ。知恵を使うの。同じじゃない。ディズニーランド行きたくてもちょっと我慢するの、1年に1回だけにしようとかって、そういう感覚持ってるでしょ。あいつらだけですよ、
ってないの。そうだ、国会議員、もういい加減にしろと言いたいの。いい加減にしろ。本当、そういう人間、特に2世とかね、3世とか、親から引き継いで、世の中で働いたこともないから、税金広く薄く人から騙し取るように税金取って、それが自分の金のようにして勝手に使っちゃうんですから。77兆円勝手に使った上に予備費が12兆円、そのうち11兆円が何に使ったか分かりませんとか平気で言うんですよ。泥棒と一緒です、おっしゃる通り。おかしいじゃないですか。それに対して我々国民がやっぱりノーを言わなきゃダメなんです。もうごくごく当たり前の感覚で、つまり政治に参加しなきゃダメなんです。私は皆さんに言いたいです。ここにいらっしゃる皆さんもそうなんだけども、ここにいない人っていうか、今そこを歩いている人、あなたもあなたもあなたもそうなの。投票してくださいって、政治に参加しましょうってことなの。本当、国民が全員参加で参戦せよと言いたいの。政治に参戦せよと言いたいんですよ。本当にこれは今国民運動が起こってると思ってください。この参政党、今皆さん知らないかもしれない、少ないかもしれない、でも YouTube でも Twitter でも Facebook でも今6万人の党員がいますからね。そして毎週1万人ずつ増えてますから、党員すごい勢いなんです。本当にこのままいくと10万人ぐらいまでいきますから、7月10日までに。本当に皆さん注目してほしいです。ぜひ、それは我々がやっている国民運動なんです。それをもう一回戻ると、私が YouTube やってたと言いました。ゴレンジャーの中でも4人はメインで YouTube やってます。それは YouTube を通じて、何回も言いますけど、正しいことを発信し続けたんです。国家が嘘をつく、テレビが嘘をつく、それに対してみんなおかしいなって思ってるんですよ。それに対して勇気を持って正しいことを言い続けた人間の集まりがこの参政党なんです。本当に。そして今ここでオレンジのシャツを着て帽子をかぶってくれてる人いますけど、全員ボランティアですからね。お金一銭ももらってないんですよ。こういう戦い方なの、こういうやり方なんです。そしてこのやり方が本当に日本に根付いた方がいいんです。そう思いませんか。そうだねえ、今までの良くない政治のやり方というのは、本当に一部の意見団体の人間が固まって、あ、そうなんですよ、絶対に国会議員にならしちゃダメな人間。